ケント・デザーモケント・デザーモは、アメリカルイジアナ・州バーミリオン郡出身の競馬機種で、ある。香港における名前の中文表記は、タイ・タカシ・ハカリこと。1986年に見習い機種免許を取得。1987年に最優秀見習い機種となり、1989年には、年間で598勝をマーク。これは年間勝利数の世界記録である。 1995年には北米で最年少の通算3000勝を達成。2004年にはアメリカ競馬殿堂に選出された。1993年のジャパンカップでコタシャーンに起乗。直線一気に伸びるが、残り100メートルのハロンボーをゴール板と勘違いし立ち上がるハプニングを起こす。すぐ気がつき追い出すが、レガシーワールドには追いつけず、3着のウィニングチケットとは、 頭さの接戦だった。1998年12月6日の阪神競馬場で日本初勝利を挙げる。短期免許で来日したのは2001年が初。家庭の事情で来日。この年レディパステルで優秀品馬を制する。さらに、マキ場スナイパーで帝王賞、ブロードアピールでプロキオンステークス、ノボジャックで北海道スプリントカップを制するなど大活躍し、 秋にも来日する予定だったが、アメリカ同時多発テロの影響で断念した。なお、春2ヶ月間の起場で、この年の JRA 賞最高賞率期首相を獲得している。以後2002年、2003年、2005年、2012年にも来日。2003年の来日では全ノロブロイで、神戸新聞杯を制した。2005年の朝日杯フューチュリティステークスでは一番人気の、 ジャリスコライトに起乗したが直線で無知を落とし、手で馬を叩くという荒行を見せたが三着に敗れた。2014年12月29日には、東京大商店でソイフェットに起乗するため来日するも、再開に敗れた。2000年に、次男のジェイコフが生まれながらにして、耳が聞こえないことが判明。その後に度の手術を施し、ジェイコフは音に反応を示すようになった。 息子の治療に専念する機会を考えていたケントではあったもののアメリカ合衆国では日本やヨーロッパと違い常にどこかで競馬が開催され帰場依頼がありそれを安易に断るわけにもいかない状況であったそこで競馬の開催が基本的に土日に限られていて平日はトレーニングセンターの滞在が多い日本の中央競馬の短期免許制度に興味を示し 2001年4月に来日した。日本では J コフを定期的に病院に通院させながら関係者の理解と了承を得て家族との団らを中心に置いた。また2ヶ月の短期免許が切れると今度は連日開催の地方競馬でも毎日帰宅することが可能な自宅待機制度のシステムを持つ南関東地区の船橋競馬場で短期免許を取得した。 このケントとジェイコフの奮闘は中央公論者の婦人公論に掲載、さらに富士テレビ奇跡体験、アンビリバボーでも2001年7月19日放送分で取り上げられた。2011年8月31日、サラトガ競馬場内で自家用車を運転中に女性警備員を跳ねようとし、第2級の人命危機を伴う無防行為罪などで警察に逮捕された。 逮捕後に取り調べを受けたが、取り調べ終了後に500ドルの保釈金を支払って、釈放されたものの起訴された。なお、翌9月1日のレースには起乗している。なお裁判は9月6日にデザーモが出廷の上で実施されたが、これによるデザーモへの処分を行ったかについては、不明である。なおデザーモは、犯行動機について、ふざけていただけと釈明した上で殺意のなかったことを、 強調したが、容疑を大筋で認めた。ありがとうございます。